はい、どうもごちさんです。スゴセフェスの片栗が来たやつをちょっと引いたんですけど、最初の100連が取れてなくて、で最後150連まで引き終わってるんですけど、今そのこの引き終えたところの画面を撮ってます。で100連終わってからのところは動画撮れてるんで、まあ、それは普通に流していこうと思うんですけど、まあ、最初取れてない100連のところがね、で確率がかなり厳しかったので、片栗がね 0.23% かな、普通の時が 0.23% で、これですね、なので400分の1ぐらいの確率で確定、まあ、確率が上がるところが5、7が、まあ、確定、超すごいやつ確定なんですけど、まあ、全部のねほとんどのスゴフェスからの確定枠なので、まあ、5.2% と、で3回目のところが酒場にいるキャラ確定っていうようなアップはあるんですけど 3.5% とかかな。なので、まあ、かなり厳しいところで、まあ、10回目と15回目がね厳選13体のうちのから1体出るっていうところが一番狙い目で、それが、まあ、それでも 8.88 という確率、これの片栗を狙って、まあ、150連ね引いていってますので、で最初ちょっと動画撮れてないので100連のところだけはボックスをバーッと見て報告していきたいと思います。でここからですね、あ、すみません、ちょっとここからで最初の10連で、まあ、一番確率が高かったボビンは出て、まあ、その10連のところでカリーナも出てくれました。で20連目でまた、あの20連目は爆死ですね、爆死してもう売っちゃってますけど、で30連目の確定枠のところで、まあ、一番右下にいるこのボビンがまた出て、30連でボビンしか手に入ってないという状況ですね。で40連目は爆死ですね。で50連目がこれ確定枠、一番最後が超すごいやつ確定っていうところで、道中でボビンが出るんですけど、確定枠が、まあ、バルトロメオというところで、最初の50連まではねもうほぼいいとこない形で、まあ、石が250個パパッとなくなりました。で、60連目も、まあ、何も出ない爆死ですね。で70連目が確定枠、最後が確定枠なんですけど、まあ、ここの70連目がね意外といろいろ出てくれて、70連目のところでこのブリューレとアマンドが出て、しかも赤髪が道中2枚出てくれて、もうちょっとここで幻突させちゃってるんですけど、白星が道中で出て、白星とこのドフラが道中で出てくれて、で確定枠、最後の確定枠も白星でした。で白星を2体、まあ、幻突で食べさせてしまってるんですけど、まあ、白星が2体ここの70連のところで赤髪3枚出ました。で確率通りにほぼなった感じですね、赤髪も。で80連目は道中で1枚エネルが出てくれて、まあ、ブリュレも出ましたけど赤髪でエネルが出るという形で80連終わりましたね。で90連目で、まあ、最後求めてた一番最後の新キャラのオーブンも引けたので、90連で一応あの新ガチャゲンはコンプできて、で、まあ、90連終わって最後の、まあ、100連で、まあ、確定枠13体のピックアップされた超すごいやつっていうのの中で10連で2枚道中で出てくれ、あ、1枚で赤髪が道中で出て、それはシャンクスで、一番最後の確定枠がこの心の青生地ですね、心属性の青生地が出てくれて100連、まあ、全部で110連か終わったという形で、ここから、まあ、引き続きねあの引いていってますので、そこからは動画にしていきたいと思います。じゃあもうあの画面切り替えていきますので、110連目からのガチャをご覧ください。ボックスパンパンなんでね、ちょっと整理しながらなりますが、はい、じゃあ110連目お願いします。1、2、3、いや赤髪もねまとめて出る時がありますけど、本当出ない時確率がね 3. 何パーしかないんでしょうがないですけど、さあ止まれ、あーまあね進化後も出てほしいんですけど、進化後のね新ガチャ券が欲しいんですけどないですね。はい、じゃあ100、はい、整理してきました。100、これで120連目かな、120連目いきましょう。これ最後確定枠ですね、お願いします。道中で出てくれないかな、うわ、まあ100連目がねかなり良かったので、シャンクスと新青生地出てるんでね、さあさあ、おー、ブリュレが出たかな、ブリュレとアマンド出ましたね。さあ最後お願いします。あー長くない、おーおーおー、ありがとうございます。こ
これは嬉しい。いや今回ルフィいないんでね、これはかなり当たりですね。いや残り少なくなってきた。じゃあ130連目いきましょう。残り30回か。得点がね150のところまでないのかな。道中で出てくれるのを期待するしか、ね、おお、ありがとうございます。最後か。さあもう全部ねシンカー号以外は持っちゃってるんで。おお、バレンタインは嬉しい。さあ長いの、あ短いな。これピックアップでしたね。さあ、おお、ああボビンはよく出ますね。さあ140連目いきましょう。まあ鏡もねやっぱりなんか2倍とかですごい引いてたのでもっと出る感じがしてますけど、通常こうですよね。さあ来るか。うわきついな。140連もないですね。さあさあ、ああバレンタイン、おおよかったよかった。オーブン2体目ましたね。さあうわどうしようかな。はい、じゃあ整理してきました。最後です。もう150連、まあ165か、おまけの1体がついてるんでね。じゃあ行きたいと思いますが、最後一応ちょっと確率だけ見させてください。最後の150連目はこれが13体ですから 8.88 ですよね。もう何回も見てますけど、はい、まあこの1点狙いか、まあ、道中のね 0.23% も来るかもしれないですけど、あんまり期待せずいきましょう。じゃあここでお願いします。他も 7% とかです、まあ、さっきナミね本当よく出てくれたと、かなり運がいい。あの120連の時はピックアップじゃないですもんね、本当に30体ぐらいの時からちょっと怖いので音聞こえないようにしてます。お願いします。はい、ちょっと見ないで、音も聞こえなかったのでどうだろう。ちょっと今出していきましょう。赤髪一体1枚ぐらい来てないかな。っていうかあの赤髪に変わるのもうなくなったのかな。150連で見れなかったですね。おお、なかったか。さあ最後、さあ消して、ああありがとうございます最後、俺の判断はママに報告しよう。ボイスショットするので聞こえなかったんじゃないですかね。いやーよかった。いやー150連、まあ、最後の最後まで来て、いやもう出れば勝ちですけど、まあ、ガチャゲームも全部出たし150でね、まあ、引ければかなり勝ちは勝ちですけど、まあなんかそろそろね150で確定とかにしてほしいなっていうのが正直なとこですけどね。いやでもありがとうございます。無事お気に入り登録して。お前はどういう、分かったならいい。はい、じゃあそうしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。